おまる置いとけば、いや、トイレ行きゃいいだけだから。うん。さんさんさん、確かに、まあ、もう、うつ気がないのがもう、正直な話じゃないの？だから、オリンピックなんか、やる気になってるけど、下手すりゃできねえ可能性もあるからね。ああ。だって、外国人観客入れないんでしょ？損失額2000億円？チケット返金だろ？なあ。まあ、オリンピックなんか俺なんか興味ねえから。あんなもんやめちまえばいいんだよ。ああ。それよりよ、俺一つよ、思ったんだけど、なんでよ、宮城県がよ、一気に爆発したの？なんか理由があんのかな、宮城に。感染者数が。増えたんかね。ああ、だから GoTo イートキャンペーンやったからか。まあでも、もう、どうにもこうにもなんねえよ。うん。どうなんかね。俺はワクチンは打たない。うん。もう俺一回コロナかかってっから。うん。もういらねえよ、別に。そうそう、もう一回かかりゃ抗体できてるから。ただ、変異型には対応してるかどうかわかんないけどね。ああ。いや、基礎疾患ないんだよ、俺。うん。
仁さんありがとう。おろす。あらやばいな。だ飯を俺最近よく食うようになったんだよ。いやだからそれもスケキヨさんね、実際問題は検証ができてないから、うん。あとあれだぜ、妊婦がよ、ワクチン打ったらよ、産んだ子供に免疫ができてるっていうのが、みたいな。うん。すげえな、と思って。母親が打つと、産んだ子供に免疫もうできてんだ、みたいな。おう。ねえ。いや、それはもう、メディアで報道されてるから、うん。333、いいよ、縦はやめてくれ、横にしてくれ。うん。普通に打ってくれ。ただ読むから。うん。松田いらっしゃい、いつもありがとう。靴下洗え？いや、それは洗濯はお前、向かい側のコインランドリーでいつも洗ってるよ。うん。あ、悪いんだけど、ガンちゃんにお願いする気はないから。お前なんかゲのゲだから。うん。もう読むこともないからね。今日読んでねえだろ。これ一発目だろ。残念だったね。うん。よっしゃ。でも今日俺何時からやった？ 7 時からやってっから、もう、8。でもう2時間やってんだよな。ああ。いいね。この後、ファミーマ行って、何買ってこっかな。よく喉持ちますね。いや、普通に、だってそんな大声出してねえもん、俺。何食うかな。飲みには行かないよ、俺は。外飲みはお金かかるから、うん。この後映画でもどうですか？糸とか見ちゃおうかな。うん。見た人いる？あんまり面白くなさそうっちゃなさそうなんだけどな。うん。店の家賃どうするんですか？そんなのおめえ払うよ、そら。払わなくしょうがねえべや、松田よ。うん。どうやって？そりゃ、あれだよ。ふわっちで、あ、ふわっちじゃねえや。キャスで、コイン、ズバババババって来てよ。あんで、うん。なんとか、なんとかなんとか積んでくだけよ。うん。もうそれしかねえから、俺の今の収入源は。うん。
でもな、おっと、いいとこでブザーが鳴ったよ。じゃあ、そろそろ終わりかな。うん。ありがとうございます。頑張って2時間やりましたよ。あとはみんなね、好きな放送行ってください。なんかね、今日はね、みんなとね、もっとね、ディープな話もしたかったんだけどね。なんだってよ、コメントが早すぎて、しゃーなしだな。ごめんね。おっと。フラットはあのナムル決まった。あざーす。ありがとうございます。ありがとうございました。また頑張ってやります。失礼します。またよろしくね、みんなね。いつもの常連。